皆さんこんにちは、上総市長の神田武史でございます。9月を迎えました。上総水害、あの水害から7年が経過をいたしました。上総市はあの水害の経験をですね、後世にしっかりと伝えていく、またその教訓を生かしていくというために、上総市の防災の日、これを9月10日と定めております。あの水害以降、さまざまな取り組みを市民の皆さんのご協力をいただいて、また各種団体のご協力をいただいて、この7年を迎えることができました。改めて感謝を申し上げます。水害対策、防災対策としてはハード整備、鬼怒川緊急プロジェクトも完了を迎えました。それと並行をして、全国初の取り組みとしてソフト対策、マイタイムライン、またこれもまたさらに進化をして、デジタルマイタイムラインということで、スマホでマイタイムラインが入力できるような取り組みも今全国で初めて進めています。また各地域の自主防災組織、これも今小学校区単位で結成をしようということで、各地域で盛り上がって準備を進めていただいております。またいろんな形での防災教育、これも子どもたちも一生懸命頑張ってくれていまして、学校の先生たち、また筑波大学、茨城大学にもご協力をいただいて、防災教育も進めているところでございます。これをより進めるとともにですね、災害のあった上総市から災害に強い上総市に生まれ変わるべき、みんなで一緒にこれからも頑張っていきたいと思います。またさらにこの水害からの復興のシンボルとして、いよいよ来春、上総インターチェンジ周辺の開発も盛んに今進んでいますけども、道の駅がいよいよ来春開業を迎えることになります。あの時にお世話になった全国の3万人を超えるボランティアの皆さん、また上総市を心配してくれてくださっている皆さん、また上総市の市民の皆さんにも、この道の駅を盛り上げていただいてお越しをいただく、そんな復興のシンボルにしていきたいと思っております。今後とも防災力強化、そして災害に強い上総市、そして新たに復興、道の駅を中心とした賑やかな活力ある上総市を目指して頑張っていきたいと思います。どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。